ジャル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 。もしもし。あ、もしもし。おお、どうした。ごめん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 、夜に。どうしたどうした。あ、いや、今日ありがとう。おお、おもろかったな。うん、また行こう。あっこええね、年中プール空いてるから。あ、そっか。いや、温水プールあれ。そう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 、初めて行ってさ。え、初めて。うん。あ、そうなん。そう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 、よかったやろ。あ、よかった。俺プール好きやね。あ、なんか夏しかさプール行かれへんってなんか寂しいやん。くったくた。でも俺年中泳ぎたいね。くったくた、疲れるよな水の中って。わかるわかる、めっちゃ腹減るしな。いやー、ごめんごめん。いや、アホほど飯食うたわ。あ、ごめんごめん、うん、本題やねんけど。などうしました。あの、いや、なんか忘れました。プールでさ、一緒に温水プールで泳いでたやんか。うん。で、まあ海盤入ってさ、あの、なんやろな、いや、ごめんごめん。いや、俺はあのな、うん、その短パン系のな、ハイビスカスのあの海パンやったやんか。あ、そうやったな、うん、で、結構なんかピッチリ系のやつ入ってたやん、紺の。俺あれしか持ってない、ね。あ、そうね、いや、全然それもいい、うん、いや、その時からちょっとおやおやと思ってて。何？うん。いや、俺らさ、あの、仲いいけどさ、あんま泊まったりしたことなかった、家とか。ないな。それこそ一緒に風呂も入ったことなかったやん。うん。あ、その時おやおやと思ってて、ほんで最後帰る時さ、更衣室で一緒に着替えてさ。うん。どと。いや、ごめん、まあ、いや、そうやな、うん、もう本題言うわ。うん。ごめん、ま、絶交しよう。なんで？ごめん、絶交しよう。うん、絶交してくれ。無理。俺、あ、なんか言うた今日。いやいや、でかすぎる。ごめんごめん。ん？でかすぎる。あ、いや、俺あんまさそういうデリカシーとかないから、その声質でも結構大きい声で喋ったりすんねんけど、俺それそこまで。あ、声がでかすぎるんじゃない。でかすぎる。あ、いや、俺なんやろな、その友達やからこそなんかこの対等にというか、いや、それが態度でかいって言われたらそうなんかもしれないけど。態度じゃなくて股間でかすぎる。あれ何？いや、本当何？いや、もう、いや、温水プールでさ、あの、最初ロッカーがちょっとだけ離れてたからさ、いや、分かんなくてさ、あの、ほら、こいつのところさ、プールの入り口のところで待ち合わせしてたじゃん。落ち着けて。で、来た時に落ち着け。海パン姿見た時に、まず何これと思って、え、物が違うじゃんと思って。東京弁になってる。え、なんでと思って、物違うじゃんってなって。どうしてもうええから。そんなもっこりとかじゃないじゃん、あれすごいじゃん、あれ何。いや、で、うっそーと思いながら、あの後温水プールで3時間遊んだじゃん。いや、もうそれどころじゃなくてさ、本当はこっちは、いや、もうなんやねん、みんな見てたし。わかったわかった、うん、本題なんやねん。絶交しよう。いや、わかったから。何の電話これ。絶交の電話。もう、その友達と思えないから。それ冗談やろ。友達と思えないから、あんだけ股間でかかったら。それ冗談やろ。え、自分ででかい意識あるの。いや、なんやねんこれ。もうええから、もうそんな。いや、で、最後なんやねん、うん、ロッカールームで着替えたじゃん、3時間遊んだ後。いやねん、じゃんって。で、ちょっとやっぱ見に行ったの、どうしても気になって。ちょっと覗いたので、見えたの。でかすぎる、あれ何。え、いや、もう同い年のものじゃないから、あれ。いや、なんやねんこれ。いや、たまに。いや、もうええから。いるけど、うん、もう重そうじゃん。いや、重いとかないよ別に。もうなんかすごいじゃん、あれ。重りつけてんの。 俺ずっとこれやねん。なんであんなことなってんの。いや、びっくりして、もう対等に喋れないじゃん。同い年と思えないじゃん、あんなにでかかったら。え、ノリとかじゃないってこと。いや、もう本気で悩んでるから。もう今友達と思えないから。本気で言ってんの今。こうやっていつも通りのお前が喋ってくれてるけど、親友だと思ってたけど、親友だと思ってたやつの股間があれだけでかかったら対等に喋れないから。でも、もう海パン姿すごかったじゃん。なんでピチピチなやつ選ぶの。え、違和感ないの自分で。いや、だってすごくすぎてさ、もうほら上から覗いたらちょっと隙間できちゃってたじゃん。それぐらい。分かった。もっこりしてたじゃん。いや、俺、お前もっこりとかじゃないじゃん。お前のことほんまに大事やし、ほんまに親友っていうか友達
うん、これからも付き合っていきたい友達やと思ってたから、うん、その思いとかが気になるんやったら俺頑張ってダイエットするし、うん、なるべく何ちょっと身軽な感じ、体の重さじゃないから、股間の重さだから。いや俺股間の重さはそれダイエット、え、あれ本当何、え、本当何、いや、え、何なのあれ、できへんやそんな、え、あれ意識あんの自分で、本気なんかこれ、ノリナどっちやねん。いや最初海パンで来た時これどっちかなと思ったぐらいだもん。何やねんその喋り方、なんかやめてくれや、気持ち悪いから。なんか詰めてるやんって言いそうになったもん。でも違うっぽかったもん、顔が、顔がいつもの顔してたもん、ボケてる顔してなかったもん。通り過ぎるとみんな見てたじゃん。いやそれさ別にさ、ずっと出してるわけじゃないやんか。別にその今日はサマタマプール行ってな、着替えてそうやってなったんかもしれんけど、日常でそんなん別関係なくない？いやもう忘れられない、あのロッカールームで3時間遊んだと、ロッカールームで着替えてるとこ覗きに行って、ちょうどあの海パン脱ぐとこだったら、ちょうど海パン脱ぐとったで、海パン下げた瞬間のあのドロリンっていう感じがもう忘れられない。いやドロリンかなんか知らんけどさ、同じ同い年で同じと、なんていうかな、もう同じ目線で喋ってほしいね。ちょっと喋れないから、あんだけでかすぎたらもう夢に出てくる絶対、あのドロリン、もうすごいじゃんあれドロリンが。そのやめてくれ、そのブラ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 、なんかいっぱい中こぼれたと思ったもん一瞬。なんか怯えた感じで喋るのやめてくれや、俺ヤンキーでもなんでもないぞ。ヤンキーより怖い、あんだけ股間でかかったら、でかすぎる。いや俺その意識ないから別に。どっちもでかい、どっちもどっちもすごくでかい、太い、太いとかじゃない、でも柔らかそうなの、柔らかそうでとってもすごいの、あれ何本当に、まっすぐであんまり、いや俺あんまりさ、直接的にそうやってもうこんなドストレートに言われた初めてやから。絶好しよう。いや俺ってさ、なんやろな、この結構何が起きてもあんまり うろたえへんというか、ドーンと構えてるタイプやなって自分でも思うね。なんかそれも繋がったから、自分それもそういうことなんかなって今言われて思った。うん、やっぱ誰見てもちっちゃいと思うし、しょうもないやつやなってちょっと心の底で思ってたかもしれん。やっぱ舐めてんじゃん。うん、なんかうん、どうせ俺にはかなわんやろみたいなのがちょっと俺の心の奥底にあったんかもしれんわ。それは謝るわ、それ直すから。いや直せるところじゃないから、きっと一回変なおじさんに絡まれた時あったじゃん。うん、あん時僕だけ腰抜かしてたじゃん。いやあのタイプな、あのあんな感じで腹出てて体でかいおっさんって、うん、股間ちっちゃいね。うん、やっぱり股間で見てんじゃん人のこと、どっかで。あの時いやいやドシーンとしてたじゃん、うん、なんでこいつこんなドシーンとしてた、強気なんだなと思ってたけど、うん、そのドシーンには理由があったじゃん、うん、またにあんな立派なもんドシーンとぶら下げてたら、それは重心しっかりしてるわな、それあんだけドシーンとできるわ。何あのポロリン、ポロリンがもう怖くて忘れられない。いや俺は、俺自身は別にでこしよう。もう何あれでかすぎる。俺な耐えらんない。いや俺、いや初めてじゃないね、あの仲良い友達にがこうやって離れていくのって。やっぱりそうだって、俺普通の感覚だって、男の感覚だって。でもこんなに直接的に言われたの初めてやから、なんかありがとう、嬉しい。嬉しいとかじゃない、やっぱりドシンとしてんじゃん。なんでこんなドシンとしてるかって言われたら、やっぱりまたにあのでっかいのでっかいのぶら下げるとかじゃないや。あれもうやめてくれその喋り方、どっちがメインかわからんやん。いや俺の股間のせいでそんな喋り方になってんねやったら、ほんまに謝るわ、ごめん、ほんまごめん。なんであの海パン変えた方がいいって、絶対せめて短パン系のハイビスカス系にしてよ。いやそれも変える。なんで紺色のやつにしちゃうの。いや変える、上から見たら隙間できちゃってたじゃん。ちゃんとサポーターも、うん、切るから。ほんであのハイビスカス系のやつにするから、だからその絶好とか言わんときで頼むわ。俺そんなんされたら自分の股間恨んでも、頼むわ。絶好しよう。じゃあ待ってくれ、自分の股間好きでいさせてくれよ。どっかで僕のこと見下してんだろ。いや見下してないって、絶対見下してない。心の底でもしかしたらそういう甘えがあったんかもしれん。うん、
股間ちっちゃいやつやって俺が接してたんかもしれん、俺よりどうせちっちゃいんやろって心の奥底でもう思ってたんかもしれんわ。それも絶対もうなくすからゼロにするから、俺の股間、俺が自分で俺の股間好きでいたいから、頼む、友達でいさせてくれ、俺の股間好きでいさせてくれ、頼むわ。そんなん言わんといてくれ。俺もそんなん、なんか俺が悪いことしたんやったら俺も腑に落ちるというか、まあしゃあないなと思うねんけど、これって変えられへんことやんか。うん、変えられへんことやねん。グーってグッグッて握ったところでさ、そう変われへんねん、サイズは。どうしようもないねん。俺がてさ、それズボンのサイズとかさ、ここで測らなあかんからいろいろ大変やねんって。ここがジャストでもウエストゆるゆるとか、いや、いろいろあんねんって。俺かて大変やねん。ただ偉そうにしてるわけじゃないねん。頼むわ、分かってくれや。ごめん、股間なんて人それぞれやろ。でもやっぱり、いやでもどっかで僕も羨ましいと思っちゃってて。いや羨ましいとかないって。そんなんどっちでもええやん。どっちでもええやんって思えるのはそっちの立場やからやん。そうなん、絶対そうやん。どこかで余裕あるやん。わかったわかったわかった。いや、ありがとう、ほんまに言うてくれて。もう感謝しかないわ。なんか声も重たく感じるわ。いや俺もともとこういう声やから。え、絶対重いやん声。いや重いやんって。いやほんまにこういう声やから。股間に声帯ついてるやん。お前の股間が喋ったら絶対そんな感じの声出すやん。股間は喋らんよ。今股間に受話器当ててるんちゃうやろな。いや、なんやねんそれ。ごめん、どうにかしてたわ。何もかもがどうにかしてたわ。俺がどういうこと、股間が喋ってその受話器を俺が股間に当てがってると思ってる？そんなファンタジーやん。今お前が喋ってると思われへんねや。もう声が違う風に聞こえるんや。股間が喋ってるようなしか感じへんねや。いや俺が喋るときは俺が口で喋る。股間は喋らんよ。意思も持ってない。もし俺の股間が喋ったら、かわいいかわいい声やん絶対。どんな声やねん。絶対こんなんやん、絶対こんなんやん。でもお前のはやっぱりずっしりしてるやん。ドロリンが忘れられへんねやん。そんなかわいい声出すんや。股間で喋ろうや。交換同士で喋ろう、じゃないともうほんまの会話なんてできへんやろ。おい、うん、そんなにさ、うん、大きさでさ、うん、上とか下とか、うん、ないわけや。それは上の立場だから言えるんだよ。いやいや違う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 、俺も別に小さいからってなんか自分より下やなんて思ってないから。それは上の立場でとか言えるんだよ。いやいや、その股間に上も下もないから、股間は股間や。一度だけでも上の立場になってみたいんだよ。いやそれはさ、勝手に何そっちが大きいのに憧れてるだけで、いやその大きさとかじゃなくてさ、なんか全体像に、そっちの全体像にをいいなと思ってる股間も絶対おると思うで。それは上の立場だから言えるんだよ。いやだからほら、イケメンだってそうじゃん。イケメンだって大変なんだよって言う人いるけど、それは、うん、イケメンだから言えるんじゃん。それをイケメンになったことないから。まずさ、だ自分以外のこと、自分以外の股間を羨むっていうのをやめたら、きっちり自分と向き合って、俺はこの股間なんや、この股間の人生、ベストの人生歩んでいこうって。もうよその股間なんか多分どうでもええと思う。そうするとやっぱり上の立場になってんじゃん。それはやっぱり、もうやめてくれ。ごめん、もうやめてくれ。何が？俺の股間に喋らすのやめてくれ。いや、もうとにかくとにかくとにかく絶好っていうだけは以下保留するから。ありがとう、それはほんまありがとう。いやこんなんで絶好って俺もうほんまに納得いかんから、うん、なんで今日の帰り道俺に荷物持たしたん。いやなんでというか、あれ俺が自然に持ってもうたんだけなんかな。うん、なんか、いやそれはありがとうっていう気持ちあったよ。うん、それはあったよ。別に俺が持たしたわけじゃないよ。そういう流れになっただけで。うん。
じゃあ明日また大学で。嘘やな。うん、もうやめてな、こんな電話ほんまに、うん、ドキッとするから。びっくりして、もう股間縮みやがったやん。それでもでかいんやろ。それでも立派やないやろ。それ知らんや、もうええやんけ。人の股間は自分の股間ともっと向き合ったれよ。縮こまりすぎて。別に俺のこと羨んだからってさ、俺の股間がお前につくわけちゃうぞ。こっちの気持ちわからんと。いやまあお前の股間に俺がなるとしたらそれは嫌やけどさ。はっきり言うたない。いやそれはな、ちっちゃいからとかじゃないって。俺自分の股間が好きなだけ。俺普通やから。まるで俺がちっちゃいみたいなこと言うと、俺普通やから。多分お前から見たら俺なんか米粒なんかもしれんけど、違うって。俺これ普通やから。俺は自分の股間が好きなだけ。よその股間になりたくないだけ。よその股間っていうのやめてくれ。たとえそれが俺より大きい股間やとしても嫌や俺は。気持ちわからんやろ、縮こまりすぎて先っちょしかないとき。そんなんありえへんやろ。空気がなくなるとき知らんのやろ。そんなことなるわけないやんけ。何言ってんねん。下のあのたまたまの上に。なんや、なんやねんこの話。先っちょしかないやつ知らんのやろ。なんやねん。空気がなくなるやつ知らんのやろ。空気とか言うな、もう聞きたない。そんな話、縮こまったら空気なくなんねんぞ。うん、知らん。先っちょしかないときあんねんぞ、寒いときなんか。ちょっと体勢変えさせて。よし、おいだ。そんな重ないもん、普通重み感じたことないもん。もうとにかくさ、もうしょうもないこと考えんと、しっかり向き合え自分とな。人は人、自分は自分。ごめん、それだけや。とりあえずまた明日。じゃあな。はい、おやすみ。おやすみ。はい、よいしょ。